皆さんこんにちは、山本彩芽です。熊谷暮らしの情報局始まりました。さて今回は熊谷市商工業振興課の小谷さんにお越しいただきました。小谷さんは別の場所からのご出演となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビの前の皆さんも最後までよろしくお願いします。さて小谷さん、久しぶりの登場ですね。お久しぶりです。前回は3年前に空き店舗等活用支援事業費補助金のお知らせをしましたね。はい、空き店舗等活用支援事業費補助金は市内の空き店舗を利用して新しく出店するお店に補助が出るというものですよね。さすが山本さん、その通りです。その時お知らせしてから3年が経ちました。熊谷暮らしの情報局でお知らせをさせてもらったおかげか、この制度を利用する方も増えてきました。新しいお店が増えるのは嬉しいですよね。どんなお店が増えましたか？はい、ここ近年は飲食店だけでなく、さまざまな形態のお店が増えてきました。令和2年度はアスリートから高齢者、キッズまで対応するスポーツスクール、古本と新刊を揃えた本屋さん、ハンドメイドにこだわった革製品を扱う工房など多種多様なお店8軒がこの補助金を活用してオープンしました。令和元年度は9軒、平成30年度は5軒と、事業を開始した平成26年度から合計して33軒もの開店にお手伝いさせてもらっています。それだけ熊谷市に新しいお店が増えたってことですね。新しいお店ができるとそのお店もその周辺のお店もにぎわうので、街に元気が出てくる感じがしますよね。そうですよね。それが熊谷市全体に広がってにぎわってくれたら嬉しいなと思っています。そうですね。さて小谷さん、空き店舗と活用支援事業費補助金の対象となるお店がどんなお店なのか教えていただけますか？はい、それではこちらをご覧ください。まず対象となるのは、市内の対象エリアの空き店舗などで6ヶ月以上使用されていないもの、2、大型商業施設のテナント型店舗でないもの、3、昼間の営業ができるものなどの要件を満たしている店舗で創業を希望する方です。なるほど、路面店みたいなお店が対象ってことですね。何に対して補助が出るのですか？そうですね、補助金は家賃や内装、外装、設備工事にかかった費用などに対して上限を50万円として交付しています。設備投資、そして内装まで補助の対象となるんですね。はい、路面店は以前営業していたお店の設備が残っている、いわゆる居抜き物件もあるようですから、この補助金と合わせるとより開業資金を抑えることができるのではないでしょうか。この補助金を活用してオープンした市内のお店を熊谷市公式ホームページで紹介しています。ご覧の QR コードを読み込んでいただくか、市公式ホームページの検索窓に空き店舗活用と入力して検索していただくと、熊谷市空き店舗等活用支援事業費補助金を活用してオープンした店舗をご紹介しますという紹介ページが一番上に来ますので、そちらからご覧になってくださいね。こちらのページではお店の外観や所在地などの紹介のほか、お店を開いた経緯やどんな思いでこれからお店を展開していくかなど、お店の方にインタビューしたものをまとめています。自分の店を持つ、独立する、自分が作った製品のお披露目をしたいなど、皆さん長年の夢を叶え、次の目標に向かってここ熊谷市で頑張っています。ぜひホームページをご覧になって、気になるお店には足を運んでみてください。そうして熊谷市で頑張っている皆さんを応援してほしいです。私も早速ホームページを見て行きたいお店チェックしてみたいと思います。小谷さん、ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。
続いては広報広聴課からのお知らせです。内田さんお願いします。はい、私からは司法クイズについてお知らせします。司法クイズですね。司法の後ろの方に載っているコーナーですよね。このコーナーで初めて知るお店もあって、今月のプレゼントは何かな、どんなお店が紹介されているのかなって毎月楽しみにしているんですよ。そう言っていただけて嬉しいです。司法のアンケートでもそのような声が多く、多くの方に楽しまれているコーナーなんだなと嬉しく感じています。知らなかったなという方にも、毎月見ているよという方にもお知らせしたいことがありますので、ここで改めてご紹介させてください。お願いします。はい、司法クイズは毎月の司法31ページにある応募者抽選のプレゼントコーナーです。出題される問題の答え、司法の感想、こんな情報を載せてほしいなどのアンケート、その他の住所等の必要事項を記入して応募すると抽選でプレゼントが当たるというものです。メールでもハガキでも応募できるんですよね。はい、ここで注意していただきたいことがあります。メールで応募する方に住所、名前などの応募者の方の情報を書き忘れて応募される方が多く見られます。ご記入いただく住所やお名前は当選した場合にプレゼント引換券等の送り先にもなるので、忘れずに記入をお願いします。そしてハガキで応募される方はクイズの答えを忘れずにご記入ください。毎月アンケートにいろいろな感想、ご意見を記入してくださりありがとうございます。一つ一つにお返事をすることは難しいのですが、いただく感想、ご意見は必ず目を通しています。皆さんからいただく感想、ご意見をもとに司法の特集を考えたり、司法以外の広報ツールである熊谷市公式ホームページ、熊谷暮らしの情報局、熊谷市公式 SNS に取り上げる情報を考えたりと、市民の皆さんがより知りたい情報をお届けできるように活用させていただいています。例えば悠々バスについて載せてほしい、観光名所をもっと知りたいという声を受けて、昨年度11月号では今度の週末悠々バスで地元熊谷をのんびり旅してみませんかという特集を組みました。特にハガキで応募される方は毎月装飾が凝っていて、個人的にも楽しみにしています。ちなみにハガキ、メール、装飾の有無、アンケートの内容等が抽選結果に影響することは絶対にありませんので、皆さんの応募しやすい方法で応募してくださいね。またこちらのコーナーのプレゼントは毎月市内のお店の方にご協力いただき、ご提供いただいています。もしプレゼント提供できるよ、司法にお店の情報が載るならプレゼント提供しようかなとお考えの企業の方、お店の方がいましたら、広報広聴課までご連絡をお願いします。アンケートをもとに司法やホームページの内容を考えられるなんて、熊谷市の広報を一緒に作っている感じがしていいですね。皆さんぜひ応募してください。さて、熊谷暮らしの情報局、今回のお知らせは以上となります。内田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は5月16日の更新です。それではまた。